いやー、あゆのぶら、めっちゃ頻繁に来てる、あゆのぶら。最近到特着にしね。た。そう。何にもないけれど。ようこそ。今日は一緒にね、マイデザインを作るんだよね。そうそうそう、作っていきたいと思います。かわいい服をね、ちょっと作ろうと思ってるんで。そう、まあ、この時点でちょっとね、可愛さに差が出てるんだけど。いや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 。出てるんだけども。デフォルトだからね、これデフォルト。かわいいじゃん、アイナッチ。私、アイナッチのファッション好きよ。めっちゃボーイッシュ。ボーイッシュの好き。ボーイッこれシュ、ね、ボーイッマイジシュザなだ感からじ。ね。ね、マジじゃだよね、それ。そう、私が着てる T シャツと一緒のやつね。かわいい。あゆの T シャツ。アイナ T シャツだ。さあ、頑張って作りますか、マイデザを。作りますか。ちょっとね、秋っぽい感じのコーデを。そう、秋っぽい感じのコーデをね、作っていね。こうかなって思ってます。頑張ります。頑張ります。私が画面を見せたらいいのか。お、ほいほい。画面を見せて、これね。これを見せて。ジンベエだらけ。あ、そんなこと言わないの。もうダメ、みちゃん。エッチ。ダメよ。いや、ジンペイ愛がね。よしよしよし。よし、作りますか。作りますか。プロデザインをはいはい。選択して、秋だから、ワンピースで長袖かな？長袖のワンピースかな？いいね、長袖のワンピース。よし、長袖のワンピース作りましょう。これね、さっき保長存したから。袖。よし、ちょっとこのポームね、ポームちょっと一回リセットしよう。よし、とりあえずやっていきますか。なんかあった？ あ、大丈夫、大丈夫。二人で、どうした？ 待っ何？て、これはリセットはどうすればいいんだ。リセット？そう、どうやったら白く戻るの、これ。これ？そう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 。あ、白濃すぎる。わかるかな？このめっちゃ、なんだろう、全部塗るみたいなあ、なやるほつで。ど。そう。なるほどね。アイナッチと私が同じデザインを描くってことだよね。あ、そうそやういうこね。とだよね。そういうことだね。よし。待って、これは。これでなんきだこるよ。れ、どうなってんだ。お？なんか、これはどういう状態？どうなった？ちなょっとん見かせて。ね、なんかね、この後ろ半分だけ消えた。後ろ半分だけ消えた？そうそうそう。ああ、じゃあ、これ選択して、これ。あ、なるほど。ここで選択ができるから。あ、こういうことなのね。よし。じゃあリセット。リセットできた。完了。リセット完了。セット完できてま了。す。作っていきましょう。秋服。秋服。どうしようかな。サロペット作りたいんだよね。サロペット。これ正面かな。あ、めっちゃ緊張する。ね。めっちゃ緊張する。ラ デザインあんま作らないから。もう全く作らないからな。見て、あ、やばい。こういう感じの。
あ、なるほど、すげえ。こういう感じのやつ作ろう。作りたい、作りたい。と、まあ、目標は色違いだよね。そうそうそう、目標は色違いだから、今二人でちょっと作ってみて話し合いながらねどこをどういう風にしていくかっていうのを決めようかなっていうね。左右対称にしなきゃいけないんだけど、左右対称が難しいあゆなっち、サロペットのベーサーできたぞ。お、早い。こんな感じどうですか。かわいい。よし、いいね、いいね。お褒めの言葉をいただきました。この上の完成図、くるくる回らずに止まってくれんかな。なんかね、L ボタンで止めれる。お、マジで。そうそうそう、私止めとる。あら、お、いい感じ。よしよしよし、あ、できたよ。すげえ。手をつなげるのが難しい。そうなんだよねとりあえずはこれで、2人ともベースはこれでいきますか。作れそう？頑張る、頑張ります。じゃあ私他の模様考えようか。じゃあ、うん、よし。ベースはどんな感じ？びっくりした。私のクラメみたいに丸っこくなってないよな。丸っこく？まあ難しいよね。私も難しかった。はい、ね、難しすぎる。ね。超絶真剣。うん。実際、ほんと集中しちゃうね。うん、難しすぎて。でもマイデザインさ、うん、作るとき全然喋ってないから。そうそうそう、あんまり喋ってないからめっちゃ編集楽ないよねもうひたすら早送りみたいなもう喋っとるときもあるけど、うん、だいたい喋ってない。喋ってたら進まないもん進まないけ、本当に困る。とりあえず動画の前後で喋っておけば、うん、そう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 、いいかなみたいな。あ、なんか割といい感じになってきたくない？おー、すごい。なんかね、いい感じになってきた。いつの間にか。あ、なんか場所によって模様の描き方を変えなきゃいけないっていうのがプロデザインの難しいところだよね。なんかさ、これさ、1マスしか描いてないよ。1マスっていうか、なんだろう、横に2マス描いてるだけで、縦に1マス描いてないんだけど、うん、ちょっと下で描くと、こんな感じで、なんか、長さがさ、うん、程よくなるというか、なんだろう、長さがね、
違うんだよね、書き方によって、うん、なんか場所によって書き方変えないと変な感じになるっていう、バランスよくならないっていう。おかしい、あれってなった今そう、同じように書いても場所によってなんか違ったように見えちゃうから、そこも考慮しながら、いけない、しながら書かなきゃいけないみたいな、マイザの難しいところだね。めっちゃ疲れてる。いやー、まだまだですよ。まだまだ疲れませんよ。これ一回保存とかできないから怖いよね。もう失敗したらね。そう。あ、消えたーとかなったらもうなんかさ、そう。みたいな。え、消えたんだけど、みたいな。なるから、そこなんだよね。大丈夫。え、なに？なに？なんか変だった？大丈夫。何が？なんか呼吸が。あ、ほんとに？呼吸出てた？じゃスポーツしすぎたのかもしれん。スポーツ？スポーツなのか。そう。マイデザスポーツ。なんかちょっとマリオスポーツみたいな感じで言っちゃったけど。私クルミンと全然違う感じになったけど、サロペットということで、サロペットということで、そう、サロペットということでね、うん、全然大丈夫だよ。私は早い、早い私が遅いだけか。いろんな色があるからね、悩むんだよね。わかるね。決まりそう。もうちょいで決まります。こっち系統で行こうと思って。よし、なるほど、何かな。で、できました。やっとできました。完成いたしました。秋服。よし、あやつもできた。 OK。 さあ、これが着た時にちゃんとうまくいくかっていうね。そう、どんな感じになるんやろ。服作ったの自体初めてやけんな。よし、これで OK かな、二人とも。 OK かな。名前つけて保存しましょう。はい。デニムサロペット、ピンクサロペット。 OK。 OK。 あー、ちゃんと着れるのかどうかがドキドキなんだけど。怖いよ。ちょっと一回着てみて、うん、ちゃんとできてるか、うん、だよね。そう、それよ。あ、でも思ったよりしっかりしてるかも。でも思ったよりしっかりしてた。だって感動する。やばい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 。可愛い子来た。暑そう。夏だからね。私頑張って作った。夏だからね。どうどう。可愛い、めっちゃ可愛い。いいね。おしゃれな女の子になったくない？ね、なったなった。そう。さっきまでちょっと服に着られた、着られてたから。完全に服に着られてたからね。自然なおしゃれにね。そう、おしゃれになった。なったなった。かわいい。嬉しい。めっちゃ嬉しい。女子力アップした。イエーイ。
いや、感動なんだけど。ちょっと人兵も。振り向いてくれるか。あれ、どこ行った？さっきまで行ったよね。え、あ、いた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 。お、人兵だ。人兵、あれ、嘘。あ、知らない子だ。知らない子だっていう。めっちゃ衝撃受けてる。ポニテル、私ポニテルにしてるから。イメチェンしたいんだよね。あ、なるほどね、ずっとこの髪型とね、目の色だから、あ、ちょっとイメチェンしたいってとこあるんだよね。あ、そっか、カラコンとかもやりたいなとは。そう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 。何、ジンペイどんな服着てるの？え、これ？うん。ジンペイはね、私があげた白いタキシードの服。タキシードか、うん、ね、なるほどね。そう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 。結婚式用にこれあげたんだけど、うん。なんかね、もう日常着てくれてるの、これ。ふらっきりされちゃったんだよね、これ。ずっと着てるんだよね。めっちゃ気に入ったんだね。うん、そしたらね、何が起こったと思う？え？何？村全員これ着てるよね。あ、やばい。タキシードが流行。そうそう、タキシードめっちゃ流行してる。ちょっと見てき。もういつでも、いつでも誰でも結婚できるよ。そう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 。恋人候補っていうか結婚ね、うん、フィアンセが増えちゃって。やばい。どこにいるかな、みんな。家にいないぞ。いない。あ、そこの子いる。誰？レイチェル。誰だ？レイチェル。レイチェル、レイチェル女の子じゃなかったっけ？あ、レイチェルはね、女の子。リス？リスかな？リスじゃないよ。全然違った。母ちゃん。全然違った。あ、なるほどね。トマちゃん。あ、レイチェル。なるほどね。レイチェル。レイチェル。かわいい。白いタキシードの服着てる。でしょ？いいね。レイチェル。いや、女の子にまで流行ってるのか。そう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 。そこはウェディング。デザイン中が似合ってるのに。本当にもうね。ちょっとね。ドレス着ないとドレス。そう、ドレスよ、ドレス。ドレス着られても困るけど。花嫁さん。花嫁さん。はい。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。めっちゃ楽しかった。ね。いいね、いいね。いや、こういうのもいいね。マイデザ初めて作ったけど。うん。めっちゃ楽しかった。楽しかった。ね。またこういうのも、まあ、時間があるときにね、できたらいいなと思うので、ぜひぜひ、来てくださいまし。はーい。はーい。めっちゃかわいい。